どうしたシリカ、ため息なんてついて。あ、キリトさん、実はちょっと悩みが。今ちょうど暇だし話くらい聞くぜ。あ、ありがとうございます。大した悩みでもないんですが、私女神なのにあんまり役に立ってないなって思って。何を言ってるんだ、シリカの今の姿は風神アエリアのスーパーアカウントなんだぜ。ものすごいことだと思うんだけどな。確かにそうなんですけど、アズナさんは創生神ステーシア、シノーさんは太陽神ソルス、リーファさんは地震テラリア、皆さんすごいじゃないですか。まあ確かにそうだけれど、シリカだって同じ神様なんだし、俺みたいな一般人からすれば文字通り神だぜ。でも私の能力は風や嵐、天候を操ったり便利かもしれませんが、なんていうか怖い能力じゃないですか。ああまあそう言われると。私の努力が足らないせいか、天候操作もすごく限定的で、辺り一面に嵐を起こしたり雪を降らせたりとかだし、文字通り地形を作り変えるアズナさんの能力や、いくらでも天命を回復させるリーファさんの能力に比べると。なるほどな。でも考えすぎじゃないかな。別にシリカ本人が悪いわけじゃないんだし。そうですね、キリトさんの言う通りですけど。ああ、ここにいたぞ。本当だ、いたいた。なんですか。クビリとシボリじゃないか。どうしたんだ、少し鼻息が荒いぞ。すまんなキリト、だが用があるのはお前の方ではない、そっちの娘の方だ。探して回ったぞ。シリカに用事？平地ゴブリンの族長と副官が揃って一体どんな用だ。何でも風神アエリア様の力を使えるというではないか。それは本当のことなのか、聞かせてくれ。はい、一応風神アエリアの力は使えるには使えますけど。ことか。それは風神のように嵐を起こしたり風雪を操れるのか。ええ、少しくらいなら。聞いたかしぼり、やったな。しかと聞きましたぞクビリ様、これで万事解決ですな。なんなんだお前たち、シリカが怯えてるだろ。すみません、悪気はないんです。すまんすまん、しぼり、貴様の顔が怖いのだ。いえいえ、何を言いますか、クビリ様の顔が威厳があるのでしょう。すまないが、用件は何なんだ。おお、そうだった、実はその娘に力を貸してほしいのだ、風神アエリア様の力をな。我ら平地ゴブリンの領地には毎年雷鳴の訪れとともに収穫期が来るのです。しかし今年は天候に異変があるようだ、まだ一度も雷が鳴っておらん。このままでは植物もうまく育たぬのだ。そんなことが。雷を呼ぶための祈りも捧げましたが、一向になる気配もなく、聞けばそちらは風神アエリア様同様の力が震えるとのこと。どうか我らの領地に雷を呼んではくれぬか。なるほどな。どうするシリカ。どうか頼む、これこの通りだ。お願いいたします、風神アエリア様。私がつまり雷を起こせば。そうだ、どうか我々平地ゴブリン族を救ってはくれるか。このままでは民が飢えてしまいます。そういうことなら私やってみます。おお、本当か、ありがたい。感謝いたします、よかったですなクビリ様。でも必ず雷を鳴らせるか、うまくいくかどうか分かりませんよ。ああ構わぬ、どうせこのまま黙って指をくわえていては我々が飢えるだけのことだ。わかりました、頑張ってみます。歓迎いたしますぞ風神アエリア様。もうシリカ
ですってば。よし、ではシリカ様と共に領地へ向かう三段をつけるぞ。はっ、お任せください。それでは我々はこの辺りで。シリカ様、頼みましたぞ。はあ、勢いに押されて引き受けちゃったけど大丈夫かな。心配なら俺も一緒についていくよ、シリカ。いいんですか、キリトさん。俺がいたところで大して役には立たないだろうけど。そんなことありません。キリトさんがそばにいてくれれば私とにかく頑張ります。ああ、でもあんまり重く考えすぎずに気楽に行こうぜ。はい。ここが平地ゴブリンの領地ですね。大丈夫かシリカ、ちょっと緊張しすぎなんじゃ。いえ、大丈夫です。とにかく私頑張りますから。それが緊張しすぎなんだって。さあさあ、風神アエリア様、こちらでございます。シリカです。失礼しました、シリカ様。さあさあこちらへ。まずはこの洞窟を見てくれんか。寒っ。なんだここは。ここは我が一族が誇る氷室だ。収穫した貴重な食料を貯める、いわば貯蔵庫だ。すごい、雪が残ってます。なるほど、天然の冷蔵庫ってわけか。しかし困ったことがありましてな。今年は雪があまり積もらなかったので多くを貯めておけず、このままでは年を越すまでに食料が腐ってしまうのだ。あ、そうか、シリカの能力で雪を降らせればいいのか。まさに。シリカ様、どうかこの近辺にまとまった雪を降らせることはできませんかな。わかりました、やってみます。お願い、雪を降らせて。どうでしょう。見ろ、天があんなにも曇って。おお、やりましたな。何か降ってきましたぞ。いや待て、ひょっとしてこれは。ひょうだ。だ、な、なんのこれ好き。どう、やっぱり痛い。ごめんなさい、すぐに止めます。呼んで、雪じゃなくて、ひょう、やめー。いや、びっくりした、すごく硬いひょうだったな。すみません、失敗です。いやいや、これはこれで実に珍しいものを見られた。そうですとも、冷やすだけならこれで問題はありませんし、集めた氷は洞窟の中へと運んでおきました。そうなんですか、それならよかった。さて、いよいよですな。シリカ様、ここに広がる畑に雷を、雷雲を呼んでくだされ。はい。どうかお頼みします、シリカ殿。頑張ります。雷を起こして。雷の音だ。見ろ、雷雲だ。お願い、雷をここへ落として。やった、雷だ。ほう、どれだけ待ち望んでいたか。危ない。クビリ様、ここは危ないです。早く木の下へ。だ、危ない。逃げるなら洞窟だ。木の下はかえって危ないぞ。自分で起こした雷なのに。
シリカ、落ち着いて、コントロールって、うわっ、危なっ。雷は落ちたようだな。は、畑以外にも派手に落ちましたが。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。まあ、転んだりもしたけれど、幸い大した怪我人はいないし。おお、それより見ろ、しぼり。あの落雷のおかげで大量の落ち葉だ。確かにその通りですな。これは実にありがたい。落ち葉を拾い集めるのか。そうだ、落ち葉は貴重な燃料となり、何よりも畑の肥料となる。なるほどな。それで雷が必要だったんだ。ずいぶんと落ちましたな。手分けをして皆で集めさせましょう。うん。あ、それじゃあ私もお手伝いします。そうだ、落ち葉なら風を操って一気にまとめちゃえば。風を操るのなら大丈夫。簡単簡単。ほら、やればできるじゃない。もうちょっと慎重に、そーっとそーっと。風か？おい、なんだ？風が！集めた落ち葉が！待て待て！落ち葉が飛び散る！いや、死ぬかと思いました。やれやれ、怪我がなくてよかったな。本当にごめんなさい。私ったら余計なことばっかり。いや、飛ばされはしましたが、おかげでよりたくさんの落ち葉が取れましたな。絞りの言う通りだ。これだけ多くの落ち葉が集まったのはシリカ様のおかげだな。でもまあまあ、残りの作業は午後からにしよう。シリカ様もしばし休んでくれ。お昼休みですな。お疲れ。俺たちも昼飯にしようぜ。はい。そんなに落ち込まなくともいいじゃないか。でもなんだか迷惑ばかりかけていて、私全然ダメですよね。まあでも結果オーライじゃないのか。それにクビリもシボリも随分楽しそうにしてたじゃないか。そうでしょうか。素直に喜べないというか。そんなにしょげるなよ。午後からの作業は地道にやっていこうぜ。はい。地震？見ろ、あれは！火山！大変だ！北の山が噴火した！溶岩が流れ込んでくる！なんだって！溶岩の勢いが速い！このままでは集落が飲み込まれるのも時間の問題！早く、早く逃げてください！俺たちはみんなを避難させるぞ。
女と子供を先に逃がせ。俺も手伝う、急ごう。おお、ありがたい。あの、私も。いや、シリカ先に避難していてくれ。でも…何か、私にできることは…そうだ、これなら。みんな早く逃げろ。南の丘に、なるべく高い場所へ逃げるんだ。おおよそ避難させました。我々もそろそろ逃げましょう。うん、だが思った以上に溶岩が多い。南の丘まで溶岩が登ってくるやもしれぬ。他に逃げる場所はないのか。ない。あとは集落を丸ごと見捨てるしかない。ああ、せっかくの収穫期が。くそ、何かいい手はないのか。俺は雷雲があんなに。シリカ。風よ吹け、嵐を呼んで。お願い、とにかくたくさんたくさんの雨を降らせて。おお、あ、雨だ。シリカだ。やったぞ。これで溶岩が冷えれば。このような強い雨、見たこともない。素晴らしい。まさに風神アエリア様だ。よし、このまま。もっともっと強く。遠慮なんていらない。火山のある山にもっと雨雲を集めて。シリカ。キリトさん。大丈夫か。しっかりしろ。ちょっと慣れない力をいっぺんに使ったので、少し疲れちゃいました。そうか。もうゆっくりしていいぞ。シリカのおかげで溶岩も止まった。ああ、見えるか、平地ゴブリンの集落も無事だ。よかった。私、お役に立てたんですね。何言ってるんだ、当たり前だろ。ここで休んでろ。俺、水でももらってくる。はい。こちらにいらしたか、シリカ様。いや、風神アイリア様。私はシリカですよ。いいえ、あなたはまさに風神アエリア様だ。溶岩の流れを雨風で止めたのですから。これを風神アエリア様と呼ばずに何としましょう。本当に我々を救ってくださり、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな当たり前のことをしたまでです。私もみんなが助かってよかったって。これからはぜひ風神アエリア様と呼ばせてくださいませ。我々平地ゴブリン一族はあなた様に忠誠を誓いましょう。え、いえ、そんな大それたことは。頭を下げなくてもいいですから。いいえ、我々の気が済みません。そうですとも。この集落に風神アエリア様の石像を建てましょうか。よかったじゃないか、シリカ。はい、水。冷た。キリトさん。クビリたちはみんな本当に感謝しているんだ。しばらく好きにさせればいいんじゃないか。でも石像とかはやりすぎなんじゃ。
ずかしいですよ。でも風神アエリアで本当に良かったじゃないか。この集落を救えたのはシリカの力を使ったからだ。